ミタケスゲカレックスダリコカーペは、カヤツリグサカスゲ属の植物の一つ。寒冷地の湿地に生え、それほど大きくならないものだが、花方が鋭く尖って長く、よく目立つ。シユのコボ全体に緑色の多年生双本。茎は直立し、多少ともまとまった株になる。根茎は短い。草丈は20から50センチメートルで葉が家計より短い。葉は、 洋服が3から5ミリメートル、黄緑色をしており、わずかにザラつきがある。器部の鞘は、高褐色で、少しだけ細かい繊維状に裂ける。下記は6から8月。家計は、ほぼ滑らかになっており、その中央付近より下に1から3枚の形容を、つけている。家女は相上に3から5個のこぼをつけ、いただきこぼは優勢、それ以下の側こぼは、姿勢で、 長生のオスコボは次のメスコボと密着してつくが、ガワコボは下のものほど長い柄があり、互いにやや離れてつく。コボの基部にあるツとは鞘があり、養心部は養生に長く発達している。オスコボは線形で長さ1から1.5センチメートルで柄がない。オバナリンペンは淡かし色だが、中六の部分鮮やかな緑色をしており、先端は鈍く尖るか、鋭く尖る。 メスコボは長さ1から1.5センチメートルでほぼ球形、上のものはほとんど柄がないが、下方のものは長い柄があり、いずれにしても直立して生じる。メバナリンペンは淡い褐色で中力が戦力色、先端は鈍く、あるいは鋭く尖る。下方はメバナリンペンより著しく長く、長さ10から13ミリメートルで成熟すると開けで、つまり、 カホの軸に対して立ち上がり、すると、先の尖ったカホが放射状に突き出す形となる。カホの形は非新型をしており色は黄緑色。両巻には多数の脈があり、全体に毛がなく、先端は長いくちばしとなってその縁には細かな虚子があり、口の部分には二つの四条突起がある。また木部側ではスポンジ状の脚部がある。痩せかは多少を密着した形で、 河方に包まれ、東乱型で、長さ2から3ミリメートルと河方より、はるかに短い。これは、その分だけ河中が長いことになる。また、痩せかの基部は短い柄となっている。中東三本に分かれる。和名の見たけは特定の山岳を指定するものではなく、深い山を意味する。寒冷地の湿原に生育するものとして知られ、日本では中部以北によく知られてきた。 佐竹保家編では、その分布は、北海道と本州中部以北となっている。しかしその後に調査が進むと、より南の地に天在的に隔離分布していることが明らかとなってきた。星の他では、本州では、中部地方以北とともに、岡山県が、それに九州の大分県が追加されている。さらにその後に、広島県、それに四国の愛媛県が産地として、 名が出るようになっている。岡山県、大分県ではそれぞれ生育地は一箇所のみであり、愛媛県の記録に関しては、現状が不明のようである。国外では、千島とカムチャツカに分布する。寒冷地の湿地に生えるものである。ただし微妙な部分があり、星の他では、湿原の周辺とあり、また勝山は、高層湿原、高層湿原が破壊された泥中などとしている。 例えば北志賀高原のあわら湿原では地頭に本種が優先する群落が成立し、あるいは中間湿原のアゼスゲが優先する群落に部分的に入り混じって湿原している。九州唯一の産地である大分県の九十湿原では湿原の過失な部分に生育が見られる。他方で本種は湿地がか覧乱された場合に湿原するものとしても知られ、 例えば、尾瀬では踏みつけによって湿地が乾燥後廃する段階で本種がよく出現する。具体的には、高層出現の小区墓地に成立している沼賀屋、イボミズゴケ群落などは種数を減らして、沼ヶ谷が優先する群落となり、そこに本種やミヤマイヌの花ひげが侵入して、ミタケスゲミヤマイヌの花ひげ群落に移行する。また、中間出現の沼賀屋ホムロイスゲ群落は本種に、 八千川わずすげを伴うみたけすげやちかずすげ群落に変化する。宮前犬の花ひげみたけすげ群落は、東北地方から北海道にかけての産地出現において、踏みつけによる荒廃によって出現する代小植生の代表的なものの一つとされている。出現の再生のために、強度や植生を剥ぎ取ることが行われる場合があるが、その場合も本種は比較的早くに出現し、 広い面積をカバーすることが見られる。いただきこぼが優勢、側こぼが姿勢、ストに鞘があり、下方は非新型で大きくてこなすと反り返り、また中東が三本という特徴は日本では他に共通するものがなく、三タすげゲブシセクト、ロストレイルズ日本酒のみが含まれている。外見的には、先の尖った長い下方が四方八方に突き出す姿が独特で、 成熟した姿で見誤るような種は日本にはない。やはり寒冷地の出現に散し、短いメスコボにつく、尖った形の花砲が反り返る、というものに、やちかわずすげがあり、蒸気のように本種と共に見られることもあるが、この種の花砲は、長さ3.5から4ミリメートルしかなく、見間違いようがない。ちなみに、本種の花砲の長さが十から十三ミリメートルというのは飛び切りに、 大きく、やはり過宝がよく目立つ鬼すげしいン金イで10ミリメートル、各部分が大柄なことからその名がついたという、馬すげしいアイジョリーイで10ミリメートル、地味ながら、ミヤマジュズすげしいリサチフローラが9から11ミリメートル、小柄な、カヤツりすげしいボーマカが7から10ミリメートルなどがある、程度である。大柄な、タヌキランシーパデジナの過保は十二から十四ミリメートルも、あるが、これは、 気分の長い柄を含んだ長さとなっている。環境省のレッドデータブックには取り上げられていないが、県別には新潟県、愛知県、福井県、岡山県、広島県、愛媛県と大分県でそれぞれ指定があり、また千葉県では全滅種と認定されている。このうちの後半は上記のように近年に発見が相次いだ。 中部以南の隔離分布の生育地が指定されたもので、ある。以下、主として、星のほか P484 勝山、P346 大橋ほか P 三 P328 大橋ほか P 三 P328 大橋ほか P 三 P328 大橋ほか編 P328 佐竹ほかへん、P150 大橋ほかへ P328。ちなみに、 同年の勝山には九州が分布地に上がっているが、なぜか本州は中部以北になっている。三宅菅、大分県ホームページ2019年8月29日閲覧、岡山県、レッドデータブック2019年8月29日閲覧、愛媛県、レッドデータブック2019年8月29日閲覧、勝山。 P346 イダホカミタケスゲ、大分県ホームページ2019年8月29日、閲覧以下、聖田千葉 P40、富士伝葛山、P346 日本の、レッドデータ検索システム2019年8月28日、閲覧。ありがとうございます。